左翼が言うように米軍基地を押し付けられたクスゼモノヒデは決してありません。そして5月15日を考えるにあたってもう一つのことは昭和天皇のことであります。最初に述べました通り、昭和天皇は中国ソ連のアジア共産主義化から沖縄を守るという提案をアメリカになされ実現されました。したがって祖国復帰運動の精神は39年を経た今、中国によって引き起こされている南シナ海事件、東シナ海事件の中にあって、尖閣諸島およびその海域、そして沖縄を守ることが昭和天皇の精神を継承し、祖国復帰運動の精神を継承することにあると思っております。尖閣を防衛し沖縄を守ることこそ昭和天皇のご意志、そしてそれを継承された今日の金城陛下のご意志であると思い、この5月15日こそ私たちはあの終戦直後に昭和天皇が沖縄を守る、そのためには断固としてアメリカに言うべきことはいい、そしてアメリカと共にやるべきことはやる、そしてアジアの共産主義化から中国ソ連から日本を守るということをおやりになられたことを、5月15日はこれから起こるであろうさまざまな事件を克服するために、この5月15日を原点にして私どもも共に沖縄の人たちと一緒に頑張り抜いていきたいと思います。ありがとうございます。